F スクワットのフックです。僕が選ぶ 2019-2020 シーズンのザ・ベストプレイは、ファーストシーズン第2戦で、ブラックトップ戦で決めたフックショットです。シーズンが始まる前からかなりフックショットは練習していたので、この試合終盤の大事な場面で、寺園選手相手に、フックショットを決められたというのはかなり自分の中で印象に残ってます。F スクワットは京之介さん、慶太さんだけじゃないぞというところを、証明したいという思いで、臨んだシーズンでもあったので、第2戦のブラックトップ戦でこのショットを決められたのはすごく自分の中で自信にもつながりました。ということでこれが僕が選ぶザ・ベストプレイです。